皆さんアロハです。今僕は、これはねワイキキから来るとちらっと見えるんですけどね、ダイヤモンドヘッドのこれ裾というかダイヤモンドヘッドです。でワイキキからダイヤモンドヘッドを通り越して高級住宅地カハラ地区にちょうど入るところに斜めに下る道があるんですけども、この道ですね。そしてぐーっと来るとこの交差点に出ます。この交差点が名前がよくわかんないんですが、クラマヌストリートとクラマヌプレイスの交差点です。なんじゃそりゃ両ともクラマヌですね。とにかく閑静な住宅街なんですけども、ここにやっぱり地元の人しか来ないビーチがあるんですよ。でそこに今から行こうと思うんですけども、それがこちらです。ででん、あれあんまりででんじゃないな。ここがね小さいビーチです。とにかくビーチは小さいんですけど、ここもゆったりみんな過ごしてるなって。あと子供とか小さい子がいると、ちょっと浅瀬があるんでそこで遊ばしたりもしてるみたいなんですけども、まあ、日本から来てね突然岩場の浅瀬で遊ばせるのはちょっと危険なので、その辺は様子を見て行ってみてください。とにかくここもね本当に雰囲気のある穏やかな空気の流れてる住宅街、閑静な住宅街の中にある、ビーチですね。めっちゃ気持ちいいね。まあまあ朝なんで人が少ないしとってもいい感じ。これね6月とか花がねこの辺全部咲くんですよ。めっちゃ綺麗なんでね、それもいいと思うんですけど見に来るのもね。よし着いた着いた。早速まず全体像を皆さんにお見せしたいと思います。こんな感じです。今ちょっと潮がね満ち気味なんであれなんですけど、まあとにかく綺麗なビーチでのんびりしてますね。感じ小さいビーチです。だけど本当にね地元の人に愛されてる感があるんで、これ潮が満ち過ぎるとこのビーチほとんど消えちゃうんですけど、これね潮のだから満ち引きをちゃんと確認していくといいと思います。こんな感じで続いてるビーチですね。この白いお家がシャングリラですね。ここのツアーもめちゃくちゃ面白いんで、皆さんねビーチとは関係ないんですけども、ぜひねこのシャングリラツアー、ホノルルミュージアムオブアーツが主催してるんで、そこにアクセスすればこのツアーに参加することができます。これめちゃくちゃ貴重なすごい素敵なインテリアとか見ることできるんで、もし時間があったら行ってみてください。まあ午後になるとめちゃくちゃ人が増えるんですけど、午前中はねそんなに人もいないしゆっくり過ごせます。特に週末の今日日曜日なんですけども、やっぱり日曜日のね時とかはもうみんながねくつろいでる感じがすごいひしひしと伝わるんで、日曜日とか土曜日の午前中にここに足を運ぶのがありかなと思います。この辺はね本当にもう高級住宅地なんで、普段も静かで穏やかな空気が流れてる感めちゃくちゃありますね。こういうねマイナーなビーチの方がむしろみんなあれですね、リピーターの方は喜ぶかもしれませんね。まあ、ということで引き続きマイナービーチ紹介していきたいと思います。では回ろう。